はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕、富山県に来ております。先日、こちら富山県で行われていた、すするくんのね、ラーメンフェスがあったんですけれども、そちらに出店されていた鷹の目さんの営業のお手伝いを昨日しておりまして、すでにですね、もう体パンパンでございます。全身筋肉痛ですので、そんなね、イベントを頑張った翌日に、ご褒美のデカ盛りを食べようということで、本日はドライブイン金海さんというお店に来ております。でこちらのね金海さんなんですけれども、かなりデカ盛りメニューがあるみたいでして、ネット情報ですと特盛りのカレーを頼むと大体3キロぐらいのねすっごいデカ盛りが出てくるということで、本日はこちらの金海さんで美味しいデカ盛りメニュー食べていこうと思います。ということでですね、ただいまこちら金海さんの店内に入っておりまして、今ねちょっとメニューを注文するところなんですけれども、僕がねネットの方で見たのがカツカレーですとかエビカツカレー、これの特盛りがものすごく大きいということで、今日はねこれを食べようかと思ってるんですけれども、もちろんねそれだけではなくて汁物としてラーメンなんかもね注文してみたいと思います。エビカツカレーの特盛りを一つと、いや久々に聞きましたね。今ちょっと注文するときに特盛りをね頼むと結構食べられますか、大丈夫ですかと、まあね、静止が入るぐらいもうすごい多分量だと思うんですけど、食べれるかも。あ、大丈夫です。はい、すいません、お願いします。こういったお店さんのデカ盛りメニューっていうのはお店のねご厚意で大きく作られているので、皆さんもね注文する際は無理せず食べきれる量で注文してみてください。ということで本日ですね注文しました商品、こちらエビカツカレー特盛りが完成しました。見てこれでかすぎる。普通の特盛りでこれが来るので驚きサイズでございますが、早速ですねこちらの出来たていただきます。じゃあ早速、よいしょ、カレーからかな、いただきます。うまい、家カレーの最上級ですよ。うまい。うめえ。揚げ物も揚げたていきましょうか。またちょっとねこのカレーが絡まってる部分最高ですよね。サクサクでうまっ。僕今回ですね富山駅の周辺のホテルに泊まったんですけど、そこからねこの金海さんまでだいたい車で片道60キロぐらいなんですよ。高速運転してよかった。この味最高に美味しい。まあちょっとこの辺りでせっかくなんでね、これ一応汁物みたいな立ち位置でチャーシュー麺も注文してあります。いいよねこの見た目ですよ、最高ですね。あ、うまっ。みんな好きなやつだ。うまいな。中華そばといえばの味してますね。これ麺もいっちゃいましょうか。これうわー、チャーシューも美味しい。これチャーシューもこんな感じでですね、もうトロトロです。もう噛んだ瞬間ほぐれる感じ、柔らかくて美味しい。ちょっとね麺が伸びてしまうともったいないので、先にね麺だけ食べちゃいます。レンゲに持ち替えてカレーいっちゃうか。よいしょ。うまっ。でもこれすごいどんどん食べてるはずなんだけど、この米の密度がすごくて全然減らないですねなんだかんだお米だけで一升ぐらいは入ってそうですね、うん、まあで今回ですね、この富山県来るっていうことが決まってからいろいろとねチャレンジメニューとかデカ盛り調べたんですけど、富山にはね結構あるんですよ。でここもそうなんですけど、黒部ダムとかがね近いので、そういった大きいダムにちなんだデカ盛りメニューなんかも結構あるっぽいんで、ちょっとこれからもですねこの富山県の方にはいろいろと来て食べ尽くさないとダメですね。昨日の夜なんかもちょっとね飲み歩きまして、やっぱりこの北陸の方は美味しいものが多いいやすごい今これお米ね崩しまして、多分半分ぐらいなんですけど、半分食べてもまだこんだけありますからね。知らないで頼んじゃったらこれやばいよねそしたらこの辺りですね、この大きいエビフライいきましょうか。これサイズ感とんでもないんですよ。ちょっと画面越しで伝わるかわかんないんですけど、1本でかいこのサイズはね家じゃ出ません贅沢。プリプリ。まあじゃあこの辺りでそろそろねこれ別皿でいただいていたカレーのルーもね入れちゃいましょう、これで割合はぴったしかな。やっぱりデカ盛りのカレーってゴールが分かりにくいので、ルーとご飯均等に食べきるの結構難しいんですよね今日は多分これぴったりで食べきれるな。したら今やっといろいろ食べ進めまして、カレーライス多分通常の1人前ぐらいになりましたね。もう時間で言ったらこのカレー20分食べ続けてるんですけど、やっとですそしたらですね、本日のカレーなんですけど、もうねこちらのみになりましたので、ガッとかき込んじゃいましょうか。あー、うまかった。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらドライブイン金海さんでとんでもないデカ盛りメニュー食べてまいりました。デカ盛りっていうのを歌ってもないですし、通常メニューとしてねこの特盛りはあるんですけれども、まさかねこんなサイズのデカ盛りメニューが通常に置いてあるとは思わないですよね。今回注文したデカ盛りメニュー以外にも、もちろん他定食だったりとか丼物、こんな感じでですね新鮮な海鮮類も多数ございます。ぜひですね気になる方はこちらの金海さんで美味しいメニュー食べてみてください。僕自身もですねいろいろと本当は食べたいんですけれども、こんなデカ盛りメニューを食べたらお腹いっぱいですので、今日は改めてごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。